足で蹴ってゴールヘディング決まった。いやマリノス先制、伊藤翔のゴール。いや理想的なスタートですよマリノスは。中盤ここも繋いでいく。さあ、おっと取れた。これ大事なところ。決めた。ビュー2点目。天野決めました。落ち着いて決めたね。アントラーズは一瞬のミスを突かれた形になりました。山本の左足。シルバー巻いてきた、ヘディングー、上田取り返したか。上田のヘディングで2対2。
ターに入ってきました。さあいいところに出てエンド振り向いてシュート、おっと入った、決まった決まった、マリノス勝ち越し。いや見事なターンでしたよ今。ターンが素晴らしかった。スクランブルだ。ここで試合が終わりました。マリノス勝利。マリノスがホームで勝ち点3、首位のアントラーズから奪いました。いや大きな勝ち点3でしたね。マリノスはマリノスがこれで3位に順位を上げました。